なんだか生命感すごいのでちょっとやってみますね。まずはレンジパイプの TG、 いつもの今日は川島ブラックからやってみます。なんだ先ほどからさ、ちょっと下もいるがある。そこ推進あります、ね、すごいタクがいます。見えるかな、群れがいっぱいいるな。まあ釣れないだろうなこれ。吐くパターンは吐くだけか。深いのは激アサですな。来た。あ、外れた。いや、決してドラグ緩くねえぞ。マジか。マジか。昼間座布団が乱舞してましたけども、もう反応何投げても釣れない状況でしたので、夜ならなんとかなんじゃねえかと思ってリベンジに参りましたね。これで釣ろうと思います。見えるかな。レンジパイプ 70TGのクリアレモン STGL、 これで座布団と戦います。いいですね。じゃあここ試合決定で。はい、バイブレーションの使い方なんですけど、まあ、このレンジパイプ70の TG、 これの使い方としては、まあキャストします。キャストしてボトムをまず取ります。ここは根掛かりしないからボトム取って大丈夫です。ボトムを取ったらリフト、リフト、フォール、リフト、リフト、フォール、もしくはリフト、リフト、リフト、フォールとか、リフト大きく入れてフォール、リフト1
回大きく入れてフォール。今右から左に流れてますが、その時にリフトしてターンさせる方向、右を向くのか左を向くのか、ルアーが、そういったことも考えながらやっていくと超過につながるかなと思います。もしくはゆっくりとしたリトリーブ、ブルブルを感じないぐらいのリトリーブ、ボトムを切ってからゆっくりとしたリトリーブ、これは右から左、今流れてるんですが、ドリフトさせながら拍が流されていく、そんな感じですかね。振動がないぐらいでも釣れます。あとレンジバイブのメリットなんですけども、まあ使い慣れてるからかもわかんないんですが、ゆっくり巻いてると塩水くさびだったり塩壁よれ、そういうのが手元に伝わり出すんですよね。波動を感じて巻いてあげると、その波動の消え方だったり波動の変化、それに気づくと、それが塩水くさびだったりよれ塩壁だったりするんですが、そういったところで一瞬止めて落としてあげるとか、そういった変化を加えてあげると食うこと結構ありますね。釣れることがあります。で、その僕的にはそのフォールを早く落としたい、早く落としたいので TG を使います。ゆっくりと水中を移動してたものが急にストンと落ちる、そういった変化を加えてあげたりしてますね。大きく動かせば大きい魚、小さく動かせば小さい魚、そんな風にして使い分けてます。早く巻けば大きいベイト、ゆっくり巻けば小さいベイト、そんな感じで波動の大きさによってベイトを演出するようにしてます。ぴょんこぴょんこシャコが跳ねたり、ゆっくりヒイラギやちっちゃいハゼなんかが動いてる時をイメージしたり、そんな使い方ですかね。まあ、あとバイブレーションのメリット、一番のメリットですけど、やっぱりこういう春先だったり、白チアユパターンかなと思いつつ、田植えの水とか入って濁ったりすると、これエビカニかなとか、いろんなベイトが分かんない時、もしくはでかいボラ食ってるのか分かんない、10センチぐらいのイナコ食ってるのか分かんない、そんな時にリフト大きくして大きいベイト、リフトを小さくして小さいベイト、もしくは早く巻いて大きいベイト、ゆっくり巻いてちっちゃいベイト、そんな感じで波動の大きさによって魚の食いっ気を変える、今食べてるベイトが何なのか分かんない時にこそバイブレーション使えると思います。そう、楽しくない？トラウト用のカラーを使うとかさ、またつるっとよこれが。ないない、桜マスがいねえもんだって。あーマジかー、そうそうねえぞチャンス。あー新規ないマンタ、やっと食わしたのに。マンさんヒット、鈴木ではない。うん、
ナイスファイターよ。そこで取れるか、角で。角で。お願いします。こっちを、お、広めよ。おい、おい。オーケー。ありがとうございます。やったー。おほー、ナイスアイズ。ナイスアイズ、本当に広めやったね。予言が当たったわ。釣れたルアーはレンジバイブ 70TG、 カラーは超実績のサクラマス対応クリアーレモン STGL。 これが取れてる。ん、これが取れた。アマンさんが暗い、腕しか見えちゃう。俺がつけましょうか。うん、いきます。おいー、行け。おいった。ありがとうございます。ヒラメが釣れたパターンなんですけど、ゆっくりとリフトして落とす、ゆっくりリフトして落とす。リフト幅は大きいんですが振動は小さい、まあベイトが小さいパターンの時ですよね。ゆっくり小さく巻けば小さいアクションで小さいベイトを演出する。で5センチのハクだったりエビ、カニ、シャコを演出したりできます。大きく動かすと大きい魚と思ったりするのかな。ゆっくりとしたリトリーブ、リフトして落とす、ゆっくりリフトして落とす。こんな感じでしょうか。使い込んで手になじませていくと触覚のように使えるっていうのメリットがありますね。ほぼほぼこれだけで通せたり、一日中、もしくはこれにしか魚が反応しなかったり、バイブレーションにだけしか食ってこなかったりとか、よくあります。なんでバイブレーションかというとですね、ビッグベイト使ったり大きいサイズのミノや新片使ったり、まあそれで釣れる楽しさは十分存じ上げてるんですけども、大きいルアーで小さなベイトを演出するのは難しいですけど、小さいルアーで大きなベイトは演出できる。特にこのバイブレーションというのはですね、波動を利用するというテクニックで小さなルアー